たくみです。先日、私の YouTube チャンネルでアンケートを取らせていただいたところ、動画で見てみたいテーマはどれですかっていうアンケートを取ったんですけど、2番目の潜在意識が量子効果で動いていることが裏付けられた研究結果出ましたって、この動画が一番人気でしたね。約半数ということで圧倒的に人気だったのかなと思うんですけど、今日はね、そのアンケートの内容に沿って、潜在意識と量子力学の関係ということで、量子の仮説の検証実験が行われましたよっていう動画をお伝えしていきたいと思います。はい、非常にですね、興味深いというか、僕のチャンネルって、量子力学とか脳科学についていろいろ解説している実験を紹介したりするチャンネルなんですけれども、僕のコアな部分っていうのは、この量子脳仮説、量子脳理論ですね。人の意識、潜在意識っていうのは量子効果が起こってるんじゃないかと。でこれがですね、いろんなところに影響を与えてるんじゃないかっていうところが、僕の持論というか仮説なんですけど、今回それを示唆する研究結果が出ましたよっていう動画ですね。トピックとしては、カナダのね、アルバータ大学とアメリカプリンストン大学が、この量子脳仮説に、検証実験を行いましたと。で、そこでですね、脳内の微小管ですね、マイクロチューブルっていう脳の部品みたいなのがあるんですけど、そこで量子効果が確認されたと。で、この量子効果のタイムスケール、時間ですね。それは人の意識が顕在化する時間と、一致してましたよっていう研究結果が出ましたと。じゃあ解説していきます。で、人の意識ってそもそもどうやってできているかっていうと、今考えられているのは、シナプスによる電気ネットワークですね。どこかの具体的な一箇所、部位が意識を生み出すっていうのではなくて、電気信号のネットワークが人の意識を生み出しているっていうふうに考えられてますと。このあたり話すとまたね、かなり時間が長くなっちゃうんですけど、脳の中ってこういう神経細胞がネットワークを、組み立てていて、ここでこう、いろんなね、電気信号が流れてるわけなんですけど、どこか一箇所が意識を生み出しているっていうよりも、この電気信号のコンビネーション、ネットワークそのものが意識ですよっていうのが今の考えですね。はい。このシナプスっていうのは、この神経細胞から木の根っこみたいなのがこうやって伸びてるんですけど、この木の根っこ同士がつながってる部分のことをシナプスっていうんですけど、この神経細胞、ニューロンですね、から伸びているシナプスの間で神経伝達物質っていうのがやり取りされて、電気信号が流れてますよっていうことなんですけど、もっと小さいスケールで言うと、人の意識っていうのはこのシナプス信号なんですけど、その中でも量子効果が働いてるんじゃないかと、こういう研究がですね、ずっと行われてきましたと。で、この量子脳理論っていうのがあるんですが、これ他の動画でも説明しましたが、ロジャー・ペンローズの、量子脳理論というものが一番有名ですね。人の意識もミクロスケールの、量子力学的な性質が関わってるんじゃないかなと。ロジャー・ペンローズとスチュワート・ハメロフ、麻酔科医の方々が、提唱してるんですけど、ペンローズはですね、2022年のノーベル物理学賞を受賞されてますね。で、彼らの主張によると、人の、体の中にはマイクロチューブル、チューブリン、微小管っていう、パーツがあるんですけど、このマイクロチューブル、実は、こういう構造をしていて、伸び縮みできるっていう特性があるんですけど、この伸び縮み、縮んでる状態と伸びてる状態が、いわゆる0の状態、1の状態みたいな、デジタル信号の0と1みたいな働きをする。で、この伸びてる状態と縮んでる状態っていうのが、実は量子力学的に、量子揺らぎ状態にあって、観察しない状態であれば、伸びている状態でもあるし、縮んでる状態でもあるっていう、その、波動関数が重なってる状態ですね。量子っていうのは、他の動画でも解説してますが、観察してる前は粒でもあり波でもあるみたいな振る舞いを見せることがあったり、回転ですね、電子の回転を上向きに回転しつつ下にも回転してるみたいな、ちょっと不思議な特性を持ってるんですけど、マイクロチューブルも伸びてる状態でもあり縮んでる状態っていう、この量子的振る舞いを示すんじゃないかっていうのをペンローズでは考えてるわけですね。はい。で、今回ですね、このマイクロチューブルっていうのを使って量子効果が起こってるのかっていう、その物性をですね、光物性をさらに、詳しく検証したよっていう話ですと。はい。で、マイクロチューブルの遅延傾向検証実験っていうものを行ったっていうことですね。遅延傾向っていうのはこの次のスライド説明しますが、フォトルミネッセンスっていう現象がありますと。有機物とかにですね、
光を照射すると、エネルギーを吸収して違う色でね光ったりとか、発光するっていう現象があるんです。これフォトルミネッセンスって言いますと、別の名前でエレクトロルミネッセンスっていうのがあって、これはいわゆる有機 EL っていう、最近テレビ OLED って聞いたことありますかね、テレビの部品としてその有機 EL が使われたりするんですけど、それに近い現象ですね。有機 EL、 エレクトロルミネッセンスは電気信号、電気エネルギーを吸収して発光する現象、まあ、それと近い話で、光エネルギーを吸収して発光する現象、フォトルミと言うんですけど、このマイクロチューブルっていうものに光を照射してフォトルミネッセンスっていうのがどうなるかっていうのを調べたと。でですね、フォトルミネッセンスの中で遅延蛍光っていう特殊な発光があるんですけど、これは量子効果ですね。量子波動関数の重なりによってエネルギー順位が遷移する。まあ、ちょっと言葉だけで説明すると難しいんですけど、つまり量子効果が起こってないと発生しないっていう、この遅延傾向というものがあるかどうかというのを調べましたと。で、結論ですね、ちょっと難しいので、これだけ分かってほしいというのは、遅延傾向が起こると量子効果が起こってるはずっていうことですね。で、遅延傾向って何かっていうと、そもそもフォトルミネッセンスっていうのは、ここの話は本当にですね、実際この有機半導体とかをやっている人じゃないと、学んでる人じゃないとちょっと分かりづらいところなんですけど、有機物、有機半導体っていうのは、光エネルギーを吸収して、普段いる安定状態のエネルギーよりもエネルギーが高い順位で、エネルギーというのは飛び飛びの値を取るっていうのが分かってるんですけど、高い順位にエネルギーを吸収して上がる。で、その高い順位だとエネルギー的に不安定なので、元の安定したエネルギー順位に戻るっていうことがですね、起こるんですけど、この戻るときに、このもらったエネルギー分を光として発光するという現象があります。これが、まあ、さっきのフォトルミネッセンスですね。エネルギーを吸収して、元の安定な状態に戻るときに、その無駄なエネルギーを光として放出する、ということが起こるんですけど、こういう形でですね、エネルギーを吸収して発光する。で、これ、輪光っていうですね、蛍光と輪光っていう2種類の発光があって、輪光っていう特殊な発光をする物質があるんですけど、この輪光のエネルギー順位と蛍光のエネルギー順位の差が近いとき、室温ですね、室温、普通の気温でも、熱でですね、その熱エネルギーを吸収してさらに高いエネルギー順位に上がるっていうこともあるんですけど、まあ、とにかくこのエネルギーを吸収したら光るって話で、これが電気エネルギーでもいいし、光エネルギーでもいいし、熱エネルギーでもいいですが、輪光のエネルギー順位に上がった時に、さらにちょっと近くのね、近いところに、蛍光のエネルギー順位っていうのがある時、これ、熱エネルギーを吸収してこっちにさらに上がる、エネルギー順位が上がることがあるんですね。で、輪光のエネルギー順位に上がって、室温、熱エネルギーを吸収して、蛍光のエネルギー順位に移って、で、最後、蛍光として発光するっていう現象が遅延蛍光っていうんですけど、輪光の場合は、通常ですね、ナノ秒オーダー、10のマイナス9乗オーダー、それぐらいの時間スケールで発光するはずの光が、このエネルギー順位の遷移とかが起こってくるので、遅れて光るっていう現象が起こるんですね。それが遅延蛍光と言いますと。で、通常ナノ秒オーダーで光るはずが、マイクロ秒ですね。マイクロ秒オーダーだったり、数百ミリ秒オーダーだったり、場合によっては1秒とかですね、要は数千ミリ秒に遅れて光るっていうことが起こるんですけど、まあ、要は、ちょっとね、専門的な話になって難しいですが、遅延蛍光っていうのは通常すぐ光るはずのやつが遅れて光ると。で、この遅れて光る理由はエネルギー順位の遷移っていうのは移動するっていう現象が起こって遅れるんですけど、この輪光から蛍光にエネルギー順位が、なんて言うでしょうね、遷移するとき、なぜ起こるかっていうと、波動関数ですね、エネルギーの波っていうものがこう物理的に重なってる状態じゃないと起こんないっていうことなんですね。はい、つまりこの遅延蛍光が起こるには、量子の波モードですね、波状態になってないと、このエネルギー順位の遷移っていうのは起こらないと。で、この遅延蛍光が見られるっていうことは量子効果が起こってるんじゃないかなっていうことが示唆されるっていうことですね。はい、ちょっと今日の話なかなか難しいですが、シンプルに遅延蛍光が見えたら量子効果が起こってるんじゃないのっていうことですと。
で、結論ですね、結果、実験結果、マイクロチューブルで遅延傾向を発現しました、確認されましたと、量子効果が起こってるんじゃないかということが示唆されたということですね。で、このマイクロチューブルの遅延傾向の時間、タイムスケールは数百ミリ秒から1秒以上だったと、結構長いですね。で、これ、人の意識が、電気信号が発生した後、意識が顕在化するのに、数百ミリ秒から1秒ぐらいね、時間が遅れて顕在意識がするっていうね、そういう論文もあったりするわけなんですけど、この遅延傾向と顕在意識化する時間っていうのは結構近いよねっていうのが今回分かったっていうところですね。はい。なので、このマイクロチューブルの遅延傾向、量子効果ですね。量子効果が起こる時間スケールと人の意識が顕在する時間スケールっていうのは結構似ているっていうことで、意識と量子効果っていうのはやっぱり関係があるんじゃないか。つまり潜在意識から、顕在意識化するときに量子の量子論に基づく振る舞いが起こってるんじゃないかと示唆されたということで、さらに詳しく調べ実験を実施したそうです。はい。このマイクロチューブル遅延傾向に麻薬、ドラッグですね、どんな影響があるか。ドラッグって人の意識をね、奪うっていう麻薬もあるわけなんですけど、人の意識を奪う麻薬にですね、このマイクロチューブルを浸した、浸した。そうするとこの遅延傾向どうなるか。人の意識を奪っちゃうっていうことは、その意識が動くっていうメカニズムが抑制されちゃう効果があるわけなんですけど、それにマイクロチューブルを浸して、さっきのフォトルミネッセンスの実験はどうなったかっていうと、遅延傾向が低減しちゃったってことですね。つまり量子的振る舞いが抑えられちゃったと。そしてですね、もう一個の大学、プリンストン大学では、これをレーザー光を光を当ててフォトルミネッセンスを調べたときにですね、このエネルギー順位が上がるっていうことを専門用語で霊気する、霊気状態っていうんですけど、この人の意識を奪うマイクを浸したときはこの霊気状態の広がりっていうのも抑制されたっていうのが確認されたっていうところですね。そしてですね、違う種類の、麻薬ではないですか、薬に、浸したときどうなるか、要は意識に影響を与えない薬ですね、抗痙攣薬に浸した場合どうなったかっていうと、遅延傾向に影響はなかった、量子的振る舞いには影響しなかったということで、これはですね、まとめると、人の意識を奪う麻薬は量子的振る舞いも抑える、人の意識に影響を与えない薬は、量子的振る舞いにも影響しないということで、さらにも意識と量子効果、まあ、つまり意識と量子効果で生まれてるんじゃないのかなっていうのが示唆されたっていうところですね。はい。で、僕の他のね動画でも、人間の意思決定で量子的振る舞いとモデルが一致しますよっていう結果が出たっていうね、囚人のジレンマ実験とか、他にもですね、このカードを使ったゲームの時に人間がどういう意思決定をするのかっていうね、人間の選択がどうなるかっていうところをね、モデル化した事件がいろいろあるんですけど、それも古典力学的なモデルではなくて、量子力学的な不確定性原理っていうんですけど、不確定性を考慮した量子論と振る舞いが一致しましたっていう、そういう話が別の動画で話したので、こちらも見てほしいんですが、やっぱりこの量子的振る舞いが人間の潜在意識っていうのに影響しているんじゃないかなというところですね。そして話は飛びますが、人の意識が現実に影響を与えたんじゃないかなっていうね、かもしれないっていう実験もあったよってね、過去の動画で紹介したんですけど、この量子効果が意識と現実にリンクしてるんじゃないかなっていうのが、まあいろいろ考えてるわけですね。で、量子の二重スリット実験で僕のチャンネルでも有名なというか人気の動画があるんですけど、詳細はぜひそっちで見ていただくとして、二重スリットにですね、光子とか電子とか量子をバンバン飛ばしていくと、観察してない時は波として、動くので、観賞島っていう波じゃないとね見えない縞模様が現れて、観測鏡を置くと日本線に変わるっていう不思議なことが起こるんですけど、こっちの観測してる状態の二重スリットですね、日本戦の時にですね、右を濃ゆくなれみたいに意識したらどうなるかみたいな、そういう実験を行った、研究機関があります。で、装置のそばに被験者をそらして、スリットの片方だけ光子がね多く通過するように念じてもらったと。で、偏りがあるかっていうことを、調べましたっていうことで、実際するとこう意識を集中してってね、片方に偏るように念じてって言ってから、実際にこの偏りが、出てきたっていうところですね。はい。
で、3秒後にですね、ガガッと、まあ、最大の差が現れ始めたっていうところなんですけど、このあたりもさっきの量子的振る舞いって何か影響があるのか、ちょっと興味があるところですね。はい。でですね、まあ、この、今までの動画でも説明してきた通りなんですけれども、東大研究チームがですね、発表したものによると、この宇宙空間すべての、もの、この宇宙空間、三次元空間に、あるものっていうのは、宇宙の外側の壁に、記されたデータが投影された宇宙の壁とこの中の物質っていうのは、量子もつれ状態を起こして投影されてるんじゃないかっていうことも、数学的に示唆されたっていう話も、これも別の量子もつれの動画で説明したんですけど、今回の動画の中でまたね、人間の意識っていうのは、量子効果で起こってるんじゃないかなっていうのが示唆されたわけですが、この人間の脳みそっていうのも当然宇宙の中の物質なわけで、宇宙の壁と量子もつれ状態を起こしてるかもしれないと。じゃあさっきのですね、この二重スイート右側が濃くなったよみたいな話もあるんですけど、それの意識が、現実にフィードバックを起こすっていうのは、もしかしたらこうなんじゃないかっていうのが、匠的メカニズム考察ですけど、まあ、潜在意識で意識が、まあ、粒子化すると、粒の状態になった時に、要は量子もつれが壊れるわけですね。この辺の話がちょっとよくわかんないよっていうふうに思われる方は、量子もつれの動画をね、見てほしいんですが、こっち、量子もつれ状態の片方のペアが、粒子化しちゃうと、もう片方も粒子化しちゃうので、でこの量子もつれっていうのはどんどん連鎖してるっていうのが、最近の研究で分かってるんですけど、宇宙の外壁の情報場っていうのも、さらに連携して量子もつれが無限につながってる可能性があるわけですね。で、ここでとある行のコードが、まあ、顕在化すると、まあ、0、1みたいな確定しちゃったら、それと連携している別のコードっていうのも量子もつれが壊れて粒子化しちゃうかもしれない。じゃあここで記述された現実世界の現象っていうのも粒子化して現象化するかもしれないよねっていうのが、もう彼はかなりぶっ飛んだ考察で証明のしようがないし、もう半分ほぼスピリチュアルみたいな話になっちゃってますけど、まあ、例えば引き寄せの法則とか意識が現実化するとか、そういったことは量子力学でめちゃくちゃ無理やりかもしれないですけど、説明するとこの量子もつれという現象で説明できるかもしれないよねとか思ってるのが僕の持論ですね。はい。このあたりの話になってくると、本当にですね、もう量子力学の話から科学の話から飛びすぎだろうと、もうほぼ、オカルトスピリチュアルの話じゃないかっていう声も聞こえてきそうですが、まあそういう声もね、最もだと思うので、ぜひコメント欄でですね、いろいろ感想を書いてほしいなと思います。そして、僕、匠がですね、こういうディープな話っていうのをちょっと YouTube ではちょっと話すのに抵抗があるというか、まあ量子力学を使った潜在意識の活用法とか現実創造のメソッドっていうのは LINE 公式アカウントの方で限定動画としてお届けしようかなと思いますので、まあ、正直そういうオカルトチックスピリチュアルな話は聞きたくないよっていう方はもういると思うので、そういうディープな話は LINE の方だけで限定公開していこうかなと思いますので、概要欄にですね、匠の公式 LINE の方のリンクを貼ってますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画は、まあ、意識と量子論の関係ということで、フォトルミネッセンス、遅延蛍光現象を使って、このマイクロチューブルの光物性を調べたっていう話なんですけど、まあ、ますます人の意識っていうのも量子的振る舞い起こってるかもなっていうのがいろいろ分かってきたっていう研究ですよね。まあ、賛否両論あると思いますので、ぜひコメント欄で感想を書いていただきたいなと思います。私はこういうふうに思いますよとか、私は違うと思いますよとか、いろいろ議論していただけると、まあ、チャンネルとしても盛り上がると思いますし、僕もそれを見ながら、モチベーションにしたり参考にさせていただいているので、ぜひコメント欄、コメントいただけると嬉しいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。